よし。あれだね、小さなメダルもちょっと持っていきたいよね。メダルのおっさんのところにさ。あ、違う。はい。どうやらその顔はついに伝説の剣を手に入れたようじゃな。剣って書いてあるから剣って読もうか。剣じゃなくて。わしの教えが役に立ったであろう。感謝するのじゃぞ。どれどれその剣とやらをこのわしにも見せてみ。うわ、なんじゃこれは。まるっきり朽ち果てているではないか。これはどうしたものかの。おお、そうじゃ。かつてダーマの神殿のあったあたりからまっすぐ南に行ったところに町があった。ほう。ロンガで、ああ、行ったね。入れてくれなかったところだ、これ。いかがわしいものがたむろするならず者の町じゃが、その町に代々、伝説になるほどの凄腕の鍛冶屋の家系が、おお、来た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 。何分古いことなので、今でもいるかは知らんがの。よし、助けついでにこれをやろう。デセオのパス、はい。通行しようか。それがあれば、町の中に入れてもらう。ああ、オッケー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 。よー、あざーす。確かね、そうそうそう。入れてくれなかったんだよ。そう。なんだったらもうルーラーで飛んでいけるから。はい。ちょっと飛んでいこうか。はい。行きまーす。はい、来たー。よし。ここだよね。来た。おい、あんた誰に聞いてこの町に来たんだ。ここはならず者の町、ロンガデゼオ。悪いが、あんたたちみたいな人はこの町にふさわしくないぜって出てくんな。ザム神官からもらったデゼオのパスを見せた。ん、これはあんたらがあの方の知り合いとは。さあ、どうぞ。何、ザム神官って、なのかな。この町出入りしてるとかなのかね。どうなのかな。しかも50年もこうってなんでしょう。大丈夫なのかな。あら、いらっしゃい。ここは自由の町、ロンガデセオよ。はい、あんたら見ない顔だな。盗み、恐喝、殺し、何をやらかしてこの町までやってきたかは知らねえけどよ。まあ、ほとぼりが冷めるまでのんびり。なるほど、犯罪者の町か、これ。治安悪そうだね。これね。はい、まあでも一応教会はあると。ちょっと待って、その鍛冶職人ちょっと探そっか。鍛冶職人、宝箱とか見えてるけど、と今はまだ情報収集先だね。ホックという腕利きのいい情報屋が逃げ込んだと聞いてやってきたのだが、やつは変装の名人でもあるからな。ホックさん、ホックさん、はい。なんか絡んでくるんでしょうね。武器防具、防具なんかない。バニースーツ。いいね、バニースーツ。でもね、ミレイユさん、守備下がるな。まあ、一応買っとくか。いやー、バニースーツのミレイユさんを見たい。シルバーメイル。シルバーメイルも、いやー、ちょっとこれ下がるな。いらない。ドラゴンメイル。いや、これ強いね。これ強いけど、これ買っちゃったら、一気にお金なくなっちゃうわ。水の羽衣。あー、強いね。ミレイユ・チャムロあたりに装備させたいな。鉄仮面。魔法の盾。いやー、装備させたいね。水の羽衣。一個買っとくか。チャムロ。チャモロに装備させるか。はい。いやー、お金ないねー。ほんとすぐお金なくなっちゃうわ。はい、三河氏の服。これだいぶ前に買ったやつだよ、これ。5900。鉄仮面、魔法の盾を変えるね。どうしようか。鉄仮面を発散につけるか。鉄仮面買っとくか。ハッサン。オッケー。鉄かぶとを売る。さあ、お金ないよ。全くお金ない。武器もいいの売ってんじゃない、これもしかして。
あ、そうでもねえな。でもゾンビキラーとか売ってんね。ゾンビ系の敵に特攻なのかな。あ、バール。わしはこの町に来たのは何年前だったかの。血の毛が多くて毎日のように喧嘩をしたもんじゃ。でもこの年まで生きてこられたのはきっとわしが喧嘩に弱かったからじゃな。喧嘩に強かったやつはみんな死んでしまったよ。わあ、なんか悲しいねこれね。伝説の剣職人がこの町に住んでいると聞いてここまでやってきたのですが、誰に聞いても教えてくれないんですよ。とほほ。いや、私もよ。私もそうよ。酒かい？はい。ほらよ、うちの店特製のブラッディームーンだ。綺麗だろ、まるで血のようだろ、人気のメニューさ。いいえ。うんだったら何のようだ。まさか人探しじゃねえだろうな。俺は何も知らねえぜ。はい、なるほどね。治安悪そうだね、ほんとに。おしゃれなバンダナ。蝶ネクタイ。この辺、格差上がるのかな？よし。誰だって一つや二つは常に傷を持っているものさ。だからあんまり人のことをいろいろ嗅ぎ回るんじゃないよ。それがただ一つのこの町の掟さ。なるほど。なるほどね。あんまりその辺には触れるなと。ここは。痛えじゃねえか、ボケ。どこ見て歩いてやがる。俺はちょっと面かせや。なになになに。ボコられちゃう？ほら、悪いと思ったら何か買っていきやがれ。あ、武器か。あー、いらねー。もうだいぶ片落ちの装備が売ってあるけどね。よう、あんたらもこの町に住み続きに来たのかい。なりゃこんなところでも天狗だぜ。なるほどね。あ、タイタン倒せた。よかったっすね。おめでとうございます。僕はまだまだ倒せません。はい、あ、来た、小さなメダル。お、旅の方々がこんなところで何かご用かな。ほう、伝説の剣職人とは。そういえばその昔伝説のメイクと呼ばれたような。え、呼ばれた、忘れた、忘れてしもうた。だからな、だから知らん。何も聞かんでくれ。あのじいさん怪しいな。おう、なんだよ、ここは俺が一番最初に住み着いたんだぜ。だからここは俺の家だ。文句は言わせないぞ。家って家でもねえけどな、こりゃまた。どうしよう。ここちょっと気になるよね。ここは。ちょっとあんた、ここは私の家だ。勝手に入ってきたりして何様のつもりだい。はい。はい、はい、家で答える質問じゃねえけどな。あんた人をからかっているのかい。さあ、出てってくれ。いけねえのかな。まあいいや、あんたが誰かは知らないけど、今は忙しいんだ。もし人探したら他当たってくれないかい？ちょっとね。どうしたんじゃ、この井戸は。最近どうも水の出が悪いような気がするの。はい、ちょっと見てみるか。どうだ？なんかいる？お！家があるじゃない。そして、あ、誰かいた。なに、情報屋のホックに会いに来たの。ホックならいつもの酒場に盗賊の鍵。いらねえな。酒場にいたっけ。あれ、井戸の中に井戸があるぞ。はい、なんかそういう予感がしたわ、こりゃ。あ、でも井戸招きってもうだいぶ弱いんじゃない。どうよ、だいぶ楽勝に勝てるんじゃないか。そうでもねえな、そうでもねえな。うん、そうでもない。どうだ？倒せるかね？いや、結構重い攻撃だぞ、これ。HP 高いしね。OK。中には何があるのかな？なんもないんかい。無駄なバトルだったな、こりゃ。じゃあ、酒場行くか。酒場行くか。ちょっと待って。まだ情報を仕入れてない。あ、なんか横に階段あるね。この家狭くて住みづらいわ。でも、お向かいの家もすごく狭いのよ。見た目は大きいのにね。
ああ、はい、ドラクエ RK、ああ、ありがとうございます。だいぶ僕最近レコードキーパーでね、見に来てくれる方増えてきました。ありがたいですね。時々壁の裏から変な音が聞こえるの。何かパフパフって言ってるみたいなお化けだったら怖いの。ああ、オッケーオッケー。パフパフね。あれか。ちょっと行ってみてえな。どうやって行くんだろう。横の階段から行くのかな。どうやって行くのかね。なんか、どっかから入っていけるとこあるんじゃない？裏からとか、なんか入っていけるとこ、あった、ここだ。オッケーオッケーオッケー。グビビプハー、要はあんた情報買わないか飛び、まあいいか買うか。一回しか言わないからよく聞けよ。武器はもう、うわ、最悪これ。最悪。見かけねえ顔だな。来ちまっても仕方ねえが、ここのことはあまり喋んないよ。俺はひっそりでやっていきたいんでね。なるほど。ホックなら上にいるぞい。あ、宝箱。命の木の実。賢さの種。はい。あざーす。あら、あなた、なかなか行きます。いやー、パフパフしていきたい。行きたい。はい。これ、大丈夫？これ。大丈夫？評判下がるとかそういうのはないよな、これな。ちょっと待ってね。来た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 。中へどうぞ。あ、他の人は悪いけど、ここで待って。いや、ちょっとアモズだけ行くのかい。ちょっと待て。来た来た来た。18歳以下の方は、今すぐ寝てください。はい。来た来た来た。パフパフです。パフパフタイム。おしまい。お、かっこよさ5上がった。どうだった？私の化粧テクは。これだいぶ見えるかもやった。そういうことか。かっこよさ、でもかっこよさがあったからって、何になるんだい？っていうね。まあいいや。まあいいや。ちょっと本題に戻ろうか。これが？こっくりこっくり。ん？この情報を矢のホック様に何かよく、はい。ああ、伝説の剣職人だ。そんなやつこの町にいたっけな。いや、実はこの町に来たのはついこの間でね。もっとがっかりしなさんなって、知らないことは調べりゃいいのさ。いいね、この考え方ね。知らなきゃ調べりゃいい。この町の連中は口が固いが、このホック様にかかればちょろいもんさ。じゃあちょっくら行ってくら。江戸っ子だね、この口調は。行っちまったけど、はい。そういや、金の話も出してなかったな。この町の人探しは、お金ねえよ。と言ってもいきなりそんな提供払うバカはいねえだろう。だから俺ちょっとした賭けをしてみようぜ。よく聞けよ。俺は今から変装して町に潜り込む。そうだな、情報を集めるには3回くらい変装しなきゃならんだろう。その変装を3回とも見破ったら5万、一十百千も5万を2000に負けてやるよ。やる。話は決まった。俺は誰かに変装してこの街のところにいるはずだ。せいぜい見つけてくれよ。じゃあ行ってくれ。まあ言っても結構人に話しかけてきたからさ、なんか不自然なところあったりするでしょ。あ、オッケーオッケー。2000は払えるね。5万から2000で相当格安になったけど、これはいかがわしいお店か。これいかがわしいお店ですね。おっと、あ、いいよ、払う払う。はい、世の中のこの世のパラダイスをお楽しみください。パラダイス。はい。ははだ、ダメだ。僕には刺激が強すぎて、まあ、まともにバニーさんの顔が見れないよ。踊ってんのか。あ、踊ってる。いいな、これ。いいぞ、脱げ。はい。じいちゃん。やはりムチムチギャルは AA の無風。いいね。これぞドラクエですよ。ホックさん悪いけど、今いいとこなんです。他は立ってくれませんか？ホックさん、さすがにここはいないんじゃない？いないんじゃないの？どうかな。この町に流れてきてからもう12年になるわ。前はガンディーノって城にいたんだけどね。あの頃のことは何か悪い夢を見ていたよ。あまりもガンディーノ。まだ行ったことないな。まだ行ったことない。まあこれから行くことになるでしょう。一応さ、これ、あれだよね。ホックが変装してる、それはなさそうだな。はい、オッケー。たまらんねー。いいねー。よいしょ。
お、きたー、血が騒ぐ、血が騒ぐぞこりゃ。いやでもお金ねえんだよな。うむ、どの台でやるかいつも迷っているうちに朝になってしまうので、わははいいやいいじゃん、お金使ってねえよね。それじゃあいらっしゃいませ。嫌なことはお酒を飲んでパッと忘れましょう。わしの長年の経験によると、大負けした後には必ず勝ちが来るのだ。ただしいつ来るのかわからんのが悩みの種なんじゃがな。あー嫌ですわ、この町の裏ぶれた雰囲気、こんなところにいて、もしもお下品な男に襲われたりしたらと思うと、ああ私これ襲われたい感じだねこれね。よいしょ、いらっしゃい、カジノで遊ぶならちょいとお酒を引っ掛けてどうぞ、きっといい勝負ができますよ。いやーやばい、酒飲みたくなってきたわ。いやーや、ちょっとやっていきたいけど、ちょっと剣職人探すの先だわ。もうね、血が騒ぐというか、あのなんていうの、この血が沸騰するっていうかね、なんかそういう楽しみがあるじゃないですか。この辺なんか落ちたりしてない？なんもねえか。あれどうやっていくんだろうね。ちょっとわからんな。ちょ、ホック、とりあえずホックさんを探そうか。ホックさんね、ちょっと待って、あのこっちから行けないかな。あ、行けないか、あの階段のところ行けないかな。これ行けない、ちょっと行けないか、ダメだ、行けないね。あれどうやって行くのかな、あの階段あったとこあんだけど、この階段こっちから行けないしな、どうやって行くのかな。ちょっと待って、ホックさんとりあえず探すか。あ、もういきなり見つけたんじゃないこれ。俺サリーちゃんが不憫で、ふむふむ、そうですか、父親を亡くして俺力になってあげたいんだけどどうしたらいいのか。そうですか、これいきなり見つけたんじゃない。おや、あなた方も何か相談事ですかな。天にまします我らが神よ、この迷える子羊たちを救いたまえ。いてて、舌を感じまって、やっぱまだ酒が残ってて舌がうまく回らないや。酒くせえだろこいつ、舌回らないぐらい酔っ払ってんだったら。俺だよ、一回目はまんまと見つかってしまったな。でも次はそうはいかないぜ。よし、ここでの情報集めはおしまいだ、次に行ってくら。はい、お前騙されてるよ。だ、騙された、俺てっきり神父さんと思って、あのことを、はい、騙されちゃってるね。このパターンであと2回も見つけなきゃいけねえのか、めんどくせえな。どっかにいるのかな。酒場もあんまり変わってないよね、雰囲気は。あ、そうだ、あの樽調べに行こうか。樽、酒場の樽、こっちから行けんじゃない。あれ、これもミサオル、おしゃれな鍛冶屋、あんたの武器や防具を叩き直してやるぜ。あー、なんかかっこよさ、なんかね、かっこよさをやたらあげたがるね、この町は。オッケー、裏に回ったって何も教えられねえぜ、さあ出てくれ。なんかそうそうそう、かっこよさをあげたがるな。ゆくゆくはなんかイベントに絡んでくんのかね。やめろ、俺が悪かった、うん、びっくりさせんなよ、てっきり俺を撃ってきたやつかと思ったぜ。あー、やっぱそういうやつが多いのかな。そういや、ホックっていう情報やんせい、この間この町に来たな。けどめちゃくちゃふっかけるみたいだし、人を騙すのもうまいみたいだぜ。どこいるんだろうか、わからんな。ここいるかな。ちょっともう一回入るけど、次こそなんかバニーちゃんに変身してるとかないかね。ほら、いたいた。うん、そうなんだ、サリーちゃんがここにね。そうなの、ここで雇ってくれないかって。でもほら、あの娘ちょっと
筋肉つきすぎてるじゃない、だから座長がダメだって。あー、いけない、私そろそろ出番だ。じゃあ、あー、もう早速見つけたわ。よし、あと1回だ。あらあらと、何、私はあの人いいえ、何を照れなくたっていいのよ私。いや違う、あ、これ反映しなきゃダメか。キスしてあげるね。ジョリだって。いけねえよ、そんな忘れてたぜ。はかは、女装もなかなかいけるだろ。じゃあ次のところ行ってきますわ。今度はそう簡単に見つからなくてよ。ほほほほほほほ、行っちゃった。面白いな、こいつ。ジョリってこれ最悪ね、これ。オッケー、あと一回どこだろう。だいたい、どこだろう。あの階段ね、どうやって行くのかな。この辺からこう行けたりとかしないかな。あと一回こっちではねえよな。いや、バイト雇ったから久々にのんびりできるぜ。なんか授業やってる人なのかな。あと1回、この1回なんかめんどくさそうだな。それとも分かりやすいところにいてくれてたりしたらいいんだけど、本当は下の部屋もうちのものなんだけど、なんだか変な人たちが住みちゃって困ったわ。トンテントンテンハンマーをキンコンキンコン振り下ろす。これって何の歌なのかな。なんかのヒントがね、これちょっとわからんな。あ、いた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 。これだわ。これでしょ。参ってこのじいさん、飲み出したら止まらねえんだ。あれ違う、なんじゃお前さん、飲むのはわしの勝手じゃろ。そんなとこに立たれたら落ち着いて飲み出せん。あれ違う、あれなんかさっきと状況違ってたけどな。あれ違う、わかんねえな。宿屋も変わりないしね。いやー、ちょっとわからないな。あと一回。ここだけどな、状況変わったのは。とりあえず全員に話しかけてみるか。いや、この辺は関係ないよね。わからんな。いや、ここじゃねえの？違うか？いやー、わからん。どこだろう。だいぶ限られると思うんですけどね。わからんね。ちょっとこの辺状況変わってないっすよ。裏に回って、まあいいや、酒かい、はい。ブラデムーチョで綺麗だろ、人気のメニューさ。違う。じゃあ、これじゃない？はい。見ての通り、この中には俺しかいないだろ。他だったらどうだ。あ、これなんか対応違うもんね、さっきとね。はい。オッケー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 。よしよしよし。よく俺だと分かったな。それともマグネってやつかな。まあいいや。それで俺の情報集めはこれでおしまいだ。あんたもここに立って、前の二人の話をこっそりと聞いてみな。聞いててみんないい話が聞けると思うぜ。じゃあ後で俺の家に来てくれ。そこで調べたことを教えるからさ。じゃあな。オッケー。前の二人は何やら話している。コブレは本当に腕のいい鍛冶屋だったよ。伝説の剣職人と歌われるほどな。じゃがそれがいかんかった。八つ目すっかりその気になってしまっての。俺が伝説の職人なら一度は本物の伝説の剣というものを見てみたいなどと言い出して、
うん、その気持ちわからないこともないぜ。気持ちだけで済ませておけばよかったんじゃ。それを本当に旅に出てしまうとやるね。後に残されたメアリとサリーがその後どんだけ苦労したことか。ああ、そう、なるほど、話はなるほどね、一つつながってたわけか。なるほど。あれ、マスターはしょうがねえな、いっぱいもらおうと思ったのに。マスターもういないよ。酒じゃ、もっと酒じゃ。あとてめえらで勝手にやっててくれ。オッケーオッケー、わかった。だいたい話の流れはわかった。あとで家に来てくれよとな。はい、行くぜと。あれ、いねえじゃん。あれ、ここじゃないの？お前んちはどこだ？え、どこよ。いやー、めんどくせえ。いやー、教えてくれるかん、どうかな、教えてくれるかな。めんどくせえなー。いや、絶対この階段登っていくところじゃないの。どうやって登っていくんだろう。いやー、戻ってない。そうだよな、これ家じゃなくて酒場だもんな。ただの酒場。あ、そうだ、こっちから回っていくのかな、もしかして。こういう感じで、ほらほらほら、こうだわ。オッケーオッケーオッケー。あれ、これいけ、あー、いけ、おーよっと、いけたわ。銀行やだよ、こんな治安悪いとこに預けたくねえよ、お金。なるほど、こういうことか。お、ラッキー。いや、でもさ、家ってどこだろうね。コックの家、ここじゃねえんだ。ちょっとわからんな。だろう、まさかここじゃないよね。違うか。わからん、家ってどこよ。ここでもねえしな。ちょっとわかんないっすね。まさか宿屋の息子なんてことはねえよな。いやー、教会にいるなんてこともないよね。一回教会にいたしな。やば、ちょっとわからん。いやー、ちょっとわかんないねこれね。だいぶ限られると思うんだけどな、この街の中のことだから。だいぶ、いなくね？いなくないっすか？ちょっといないっすか？どうしよう。ちょっと待って、家に来いって言われてもないっすよ、家が。どうしよう。ちょっと困ったね。ちょっと待って、家って なくない？ちょっと待って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 、ちょっとマジでマジで、ちょっとあと行くとこねえぞ。行くとこないっすよ。なんかこの辺にこうないよな。
あ、ここ通りなん、通り抜けできたのかい、ここ。なんかこれも怪しいけど。通り抜けできないかな、この辺。できないか。わからん。全然わからん。家なんてねえぞ。ちょっと待ってくれ。やばい。完全に迷子になった。情報ないよね。情報が。どうしようか。変な人たちが住む。この下ってこれここじゃないよね。わかんねえな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。あともうここしかねえぞ。見てないとこって言ったら、まさかカジノが自分家なんてことねえような、いないよね。それとも街の外なのかな。ちょっとわからんわ。あ、これか。これか。そうか。これだ。いた、オッケー。いや、いらっしゃい。どうだい？いい家だろ。まあ、そんなことは置いといて、まず金をもらおう。はい。いや、だからそんなにないんだよ。2000。はい。じゃあ話せ。伝説の建築人だが、確かにこの町にいたようだな。名前はコブレ。年は生きていれば50歳くらい。というのも10年ほど前、伝説の剣を探すため旅に出て、それ以来行方知らずだ。コブレには妻のメアリと娘のサリーがいたが、2人を置いて出てっちまうとはな。おかげで苦労がたたって、メアリは数年後に病気で。今はサリー一人がこの町に住んでいるってわけだな。さて、この娘のサリーだが、小さい頃から親父にかなり厳しく仕込まれた。やっぱそういう流れね。オッケー。何をって鍛冶屋の技をさ。噂じゃ親父の腕をしのぐかもしれないとか。これで話はおしまいだ。あとはサリーに直接聞いてみるんだな。サリーの家は隠れ酒場の北の家だ。もし家にいなかったら北の祠に行ってみな。そこにメアリの墓があるって話だからな。オッケー、了解。あのお姉ちゃんだね。忙しいって言ってたあのお姉ちゃん、あいつが職人さんだったとは。オッケー。まあそいつに剣預けとくんでしょうね。ここでしょ。ほら、いない。全然いない。北の祠って言ってたっけ？じゃあそこ行ってみようか。そこ行ったらいるでしょ。いいよっと。ちょっと地図確認していいかい？北って言ってたよね。ああ、これだ。よいしょ。あらー、一歩足りない。お、ブチスライムベース。いいね、なんかこの柄。ねえ、いいよ。なんか、毒っぽい感じの。よし。イオラ。ああ、こいつもイオラ撃ってくんのかい。めんどくせえな。オッケー。あ、いた。何が世界最高の鍛冶屋だ。何が伝説の剣だ、クソ親父。所詮剣なんて人殺しの道具なんだ。普通の鍛冶屋らしくクワでも作ってればよかったんだ。母さんが何と言おうと、親父に仕込まれた鍛冶屋の技、当てよう。いやー、マジかよ。今使ってくれって頼もうと思ってたのに。親、あんたらも墓参りかい。
あたい、ああ、あたいはサリーだけど、それがどうかしたか。伝説の剣だと、剣だね。伝説剣だと、なぜ あんたがあの剣のことを知ってるんだ。まさかあんた魔王のには見えないな。あんた、あの剣を持っているのか。持ってるなら見せてみろ。はい、どうぞ。はい、見せた。これが伝説の剣。親父はこの剣のために、こんな錆びた剣のために、母さんとあたいは。で、その剣をあたいにどうしろって言うんだい。錆を取って磨き上げてくれとでも言うと、当然。ふざけるな。その剣のおかげで、あたいたちは、くそ。うわぁ、やる気出してくんねえな、こりゃ。あたいは町へ戻るけど、二度とその剣を店に来るんじゃないよ。後を追って町に来たら、ただじゃ済まないからな。もうめちゃくちゃ怒ってんね。ないか。めちゃくちゃ怒ってるよ。ちょっと。そんな怒らんでもよくない？ねえ。OK。まあ、来るなって言ってだから、来いよってことなんでしょう？これは。ブラッディーハンド。これまたお友達呼ぶやつじゃない？もしかして。よーし、OK。よし、オッケー。いやー、でも、どうかな。また何か一つイベント挟まないと、フラグを挟まないとやってくれないのかな。なんか、めんどくせえな。すんなりこう、ね。進んでくれないもんな。くそー、ちょっともう一回行ってみるけどさ。あれ、いない。あ、いた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 。はい。あんた、その剣で何をするつもりなんだい。もし親父が生きてりゃきっと喜んでその剣を叩き直したんだろうね。はい、分かった。もしあんたがその剣を正しいことだけに使うというのなら、その剣を親父に代わって叩き直してやってもいいぜ。約束できるか。いや、意外とあれだね。なんていうの、態度変えたな、これ。絶対やらねえからな、みたいな感じだったけど、2回目来たら爽快っていう感じだよね。約束できるか。はい、じゃああたいの目を見ろ。じっとだ。いいのかな。ふ、あんた、いい目をしているな。いいよ、信じてやるよ。あんたなら大丈夫だ。剣を、剣を貸しな。カモさん、サリーに伝説の剣を手渡した。かわいそうにこんなにくたびれちまって。よし、やろうぜ。意外と、絶対やらねえ、言っときながら。オッケーオッケー、ありがたいっす。いいのかな、これで。そういえば、伝説の武具は全部で4つあるそうだな。他のは見つけたのかい。あたいがやってる間、残りを探しに。そうこうするうちにこっちも出来上がるはずさ。だから全部揃ってここ来れば出来上がってるパターンね。はい、わかりました。じゃあしばらくこれは放置だな。下の部屋から気合の入った声が聞こえる。カン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 、鉄を打つ。トンテントンテン、ハンマーをキンコンキンコン振り下ろす。なるほど、この歌か。おちびちゃんが歌ってたのは。オッケー。とりあえず、じゃあ、伝説のね、剣、伝説の剣の、まあ、イベントはこれでとりあえずは終わり、終わりというか、あとしばらく放置かな。他を回収してこいってことなので、じゃあ、どうしようか。まあ、適当にまた、ちょっとブラブラ回って回収するか。まあ、まだ行ってないとこいっぱいあるしね。そうしますか。今日はじゃあこれで終わろう。12時間も回っちゃったし、まあ1時間50分。プレイ時間は1時間50分。まあいいところでしょう。はい、お祈り。はい。よっしゃ、オッケー。よし。じゃあ今回はこれで終わります。はい。機材トラブルが続いてでね、しばらく
配信できなかったんだけど、これからまたちょいちょいやっていきますんでね、もしよかったら見に来てください。はい、このね、行く末を見守っていただければなと思います。よし、じゃあ今回はこれで終了。ご視聴ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。